自分がベビーメタルにまあ出会って新たな自分に出会った、その多分普段の自分だったらそういう海外でライブをするとか大人数の前で歌うとか怖いなって思うと思うんです。でもスーメタルだったらなんでかわかんないけどものすごく自信があってそれを楽しいなって思えて、それは多分、まあ、今まで活動してきたこの10年分の活動が自信につながっているんだろうし、そのそうですね、なんて言うんだろうな、なんかベビーメタルに出会って、まあ、新しいメタルっていう音楽に出会って、ある意味なんか心の奥の自分をさらけ出しているというか、本当に新しい自分に出会っていて、だから自分がメタルっていうものに出会えてよかったなって本当に思っているし、ベビーメタルじゃなかったら自分は一生こんな景色を見れなかったと思ってるし、なんか未だに夢なんじゃないかって思う瞬間もあるぐらい、ベビーメタルにはなんか自分の夢も叶えてくれてる。なんかだからそのだからなんだろうな、多分本当にそういう仲間の存在であったりとかお客さんの存在があって今自分はここに立てていて、多分これからもなんか怖いこととか多分あるのかな、でもベビーメタルだったらないのかなわかんないんですけど、でもベビーメタルだったらどこまでも進んでいけるような気がするんですよね。多分本当に結成当時は想像できなかった景色を今たくさん見てるし、だから今の自分では考えられないような景色をこれからも見せてくれるんじゃないか、スーメタルだったら見せてくれるんじゃないかってちょっと期待している自分がいたりとか、10年って振り返るとあっという間だったなっていう気がします。の反面長かったなっていう気もするんですけど、振り返ると2010年にベビーメタルがメタルの神様キツネ様に召喚されてから10年経ってて、私の人生半分ベビーメタルに支えてるんですよ。そう考えると一言ではすごく言いにくいんですけど、ベビーメタルは私の人生そのものだなって思うし、ベビーメタルがなかったらモアメタル、当たり前だけどモアメタルは存在していないので、本当にベビーメタルには感謝でいっぱいです。あとは10年経って改めて考えるベビーメタルは何だろうなって思った時に、ベビーメタルとしてやってきて諦めなきゃいけなかったことももちろんあるし、でもその分成し得たことの方が大きくて、達成できたこととか一緒に笑い合ったこととかの方がたくさん思い浮かべられるので、やってきてよかったなって思いますね。だから10年間投げ出さずにやってきたことは私の誇りで、この10年頑張ってきてよかったなって思えているので、私は振り返ってベビーメタルとは自分の人生であるし私の誇りでもあるなって思います。